け。いいか、超低周波パルサのレベル5に合わせろ。なんだ、3つ数えたらぶっ放しゃいいってことは1つ2つ3つ。4153号違反で逮捕する。お前の持ってる銀河をおとなしく渡して宇宙船から離れ、手を頭の上に置け。サウナイトぶっ放す。そうか、俺の手を頭に置くのか。後悔には乗せるな。何言ってんだよ。ここから逃がすなってことだ。ケ、どこに行くんだ。銃を取り戻す。あ、おいおい、ごくちょっと聞けよ。俺がお前の仲間を新聞紙で何匹叩き殺したと思う。お前らなんか新聞のシミに過ぎないんだ。縁がちょなサラダ節野郎ども、俺を食え。パクッとしゃぶってみろ。失礼。これあんたのおばさん？そう、じゃあこっちはきっとおじさんだね。たく、みんなよく似てるよな。
なるほど、大悪党にも優しい心ってのはあるわけだ。なあ、わからないんだけどさ、はるばる地球まで来て銀河盗んで一体何の得があるって言うんだよ。騒ぎ起こすやつは結局自分を滅ぼすんだぜ。いい加減降参しねえとひでえ目に遭わせっぞ。もう遅いぜ。ゼッド、銀河無事に取り戻したよ。ご苦労だった。銃を取り返したかったの？お気に入りでね。そうかい。あんたが中で遊んでる間俺は大変だったんだぞ。まず奴の頭を石でぶん殴って、次に角材で思いっきりぶったたいてやったんだよ。蹴りを一発食らったけどよ、俺はめげずに火を振り回して戦ったんだぜ。2日目にしちゃ大仕事だった俺の人生にとっちゃへんてこと90点の事件だったよ。68年のゼロニオン事件はもっとすごかったぞ。お前の生まれる前の随分変わったお仕事ね。Thank you.